肩こりの人って常にこう緊張してしまったりしてるんですね。効果が高いトレーニングになりますので、手からの刺激が入る。はい、皆さんこんにちは。整体院ワイヤーセイトケア代表の山です。今日はですね、肩こりだったりね、肩の痛み、肩周りの問題を抱えている人っていうのは、まあ、こういったトレーニングしてみてはどうですかっていうのをご紹介したいと思います。まずこう肩こりの人って常にこう緊張してしまったりしてるんですね。まあこのメンタル的な問題っていうのはさて置いときます。いや、それでまあ僕が今からやるっていうのは、基本的に体が固まってしまっている人っていうのにはすごく効果が高いトレーニングになりますので、まあ、それをご紹介していきたいと思います。でね、まあ、肩こりの人とかね、肩の痛みを持ってしまっている人っていうのは、まず固まってしまっているっていうことと、運動パターンっていうのはおかしくなっている、緊張状態が強いっていうところがあります。なのでこういうね、さっきも言いましたけど、こうやって緊張状態が強い人っていうのは、これをじゃあ肩骨をしっかりね、背骨に沿わしてあげる、下げてあげると肩の力っていうのは自然と抜けてくると思います。じゃあどういったトレーニングをしたらいいのっていうと、まあ懸垂とかね、そういったトレーニングをやってあげてもいいんですけれども、懸垂だけでは背骨自体が動いていかないので、なのでまず立行をやってください。はい、立行皆さんやったことありますかね。まあよく見るとは思うんですけれども、肩甲骨がね、ぐーっとこう出てくるやつですね。肩甲骨剥がしとかね、まあよく、まあ、言われていたかもしれないです。はい、で、大体皆さんが習う立行っていうのは、単に立行してるだけで効果はそこまで出てないと思うんですね。まあ柔らかくなればね、何かしらの効果が出ると思うんですけれども、もっと重要なところっていうと、立行するときに、まあ、四つん這いになりますよね。肩の下に、手が来て、股関節の下に、膝が来ると、まあ、こういう状態ですね。四つん這いの状態で、これでですね、こう手の衝撃をそのまま肩甲骨まで伝えるんですね。ぐーっとこのまま伝えます。肩甲骨まで肘曲がっちゃうとこうなりますね。で、肩で衝撃を受けるとこうなっちゃいます。じゃなくて、肩甲骨まで力を逃がさない状態にします。まあ、手をね、ちょっと膝のところ、まあ、正座して膝のところで置きます。で、この状態でしっかり荷重をかけます。で、荷重をかけると肩甲骨までこうつながっているとですね、こうやって肩甲骨が浮いてきます。まあ、なかなか最初は難しいかもしれないので、まあ、なんとなくでいいです。なんとなくで、そしたらこの状態を維持したまま四つん這いになっていきます。これで四つん這いに、じゃなったら、右に体重乗せたり左に体重乗せて、この肩甲骨にしっかり荷重が、手からの刺激が入るように、こうですね、こう一直線方向に入るようになってきます。これ肘曲がったりだとかね、あと肩が上がってきちゃったりすると、肩で衝撃を受けてしまったりとかするので、しっかり肩甲骨まで、衝撃を逃がさないようにします。で、さらにですね、この時に肘の内側ですね、この曲がる方が正面を向いていると、肩が下がって前屈筋に力が入りやすくなります。だからこう すくまってる人っていうのは、肘が内を向いてこう変えないってことですね。巻きがってことです。で、ずっと肩が上がってしまっているので、これをこういった形で開くって感じですね。肘が曲がる方向が正面、そうすると勝手にこっちの前屈筋にグッと入って肩甲骨が落ちてきます。なので、それを四つん這いで作ってあげるという形ですね。この状態で体を8の字に動かしてあげてください。8の字は胸の前で8を焼く感じですね。こういう感じです。だからクロールしてあげてる感じですね。クロールしてあげてる8の字、右左っていう感じでやっていきます。で、これができたら今度は反対ですね。背泳ぎをやっていきます。
これいろんな動作をしてあげればいいんですけれども、まあ8の字に動くってことは、まあ、歩く時も結局こう歩いていくので、体っていうのは8の字に動いて前に行くと思います。まあ何ならこれをね、大きく動いたらこんな感じですよ。後ろの8の字で描くと後ろに下がっていくと思います。すみません、顔見切れてました。で、今度はこう8の字に描いてあげると、まあ背骨自体もたわんできてくれるので、背骨もこういうふうに動いてきているので、背骨もすごく緩まるんですね。で、そうすると自律神経とかっていうのが緩みやすくなってくるので、自然と力が抜けやすくなります。で、あとは立方自体ができるようになってくれば、肩でね、こうすくんだ状態にならないようになってくるので、肩甲骨がストンと落ちるようになってくるので、そうすると肩甲骨の動きも出てきて、肩自体にストレスが入ってこない。まあ、四十肩五十肩の人で結局こうやってくる人じゃないですか。もうこうやって、これじゃ絶対ありませんよねっていう人ね。だからこういう人っていうのはこういったトレーニングどんどんやってってあげればいいと思います。もちろん痛みがある人方っていうのはやめてもらった方がいいです。痛みがない状態、四つん這いでね、のトレーニングで、今の立候補のトレーニングで痛みが出ない人っていうのは、四十肩五十肩であろうが、どんどん、トレーニングをして運動パターンっていうのを頭に入れていかないと、常に上げるときにこれなので、もう正常に肩がなっているのにもかかわらず、動きのパターンがこれでわざと肩を痛めてる、肩が上がらない状態にしてしまっているっていうところもありますので、ぜひね、肩こりだったり、肩に痛みがある方っていうのは、このトレーニングをしてください。まあ、治療家さんもですね、こういったトレーニングしてあげて自分の身体の状態を整えてあげるっていうのはとても重要なところです。まあ、患者さんにね、患者さんを治してあげるためにも、自分の体が悪い状態で相手を触っていても良くはならないですよね。あなたのエネルギーがその方に流れているわけですよ。だから体の悪い状態の人っていうのはエネルギーが、まあ、低い状態です。そのエネルギーを相手に流してあげてもそれは良くならないですよね。自分の体はやっぱり重要なところ、自分の感覚っていうところですね。自分の感覚っていうところが、すごく治療にも効果が出ますので、ちゃんとね、トレーニングして体をいい状態にしてから、患者さんに接してあげると、なおさら今の治療法、あなたのやってる治療効果っていうのが上がると思います。なのでぜひやってみてください。はい、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。